なるほど。なるほど。ここは板橋。1番から1番からですね、行きまして、この枠の色がビールのボディの色味は、なるほど、どうしましょう。じゃあまずは、だっていっぱいあるよ。そんだけ飲めばいい。ちょっと黒と、この中の色味の4種類で代表的なやつを一杯ずつ選んでもらっていいですか。逆におすすめ的な。そうですね、おすすめですと、まずこれが一番飲みやすい、はい、日本人が飲み親しんでるビールに一番近いセッキリ系になりますので、はい、これと、じゃあ6番決まり。あとはちょっとこれですね、黒ぜひ飲んでいただきたいのが、ちょっとコーヒーっぽい感じ。はい、じゃあ18決まり。あとは IPA っていうちょっと苦味が強めなスタイルで、はい、ここの2つどちらかが結構。15の方で。ありがとうございます。はい、一緒に一緒に撮ってみよう。あともう一つ、ここで作ってるやつとかってあるんですか。これ全部ここで作ってます。あ、基本的には、はい、ああなるほど。あとはですね、3か4ですね、ちょっとまあ甘めな感じになります。ちょっとこっちの方がすっきりは飲めるんですけど。じゃあ4の方で同じでいい。いい、はい、これの、これはこれってスパイシーだけですか。ハニーと5種類ソースがあって、辛くない系って、マイルドハニーマスタードが辛くないですね。ここはもう順番に辛い、甘辛い系と、はい、辛いのとさらに辛いの。じゃあマイルドにしようか、はい、こちらが 300g 辛いになります。なるほど。300で何本ぐらいあるんですか、ざっくり。5、6本ですかね。じゃあ600。はい、300で。そしたらマイルドと、はい、どっちが辛いんですか。クレイジーホットが一番多分辛いです。私はダメなんで辛いの。じゃあスパイシー、はい、香辛料の辛いの全然ダメなんです。はい、ピタロ、どこから行こうかな。色味でいくと15から行こうかな。先に飲んだら怒られちゃうかな。いっかな、いっかな。薄めの15か。あ、同じなのか。そうなんですよ。はい、いただきます。でーす。バッグの中に入っちゃう。あ、フルーティー。柑橘って感じで、すごい飲みやすい。15。なんかワインのシロップのみたいな。うん、うまいうまい。ちょっと白ワイン的な。あれみたいです。果実酒。うん、
ちょい苦味がある。すいません、つまましていただきます。これは頼んだ。頼みました。唐揚げ。鶏の足。チキンで、チキン。煮込みみたいな感じかな。フライしたのかな。あの感じで。うん、まあまあまあ普通な、これが結構やっぱフルーティーな。4番はい、あ、ちょっと黒が入った感じな苦味がある。あ、全然違う。そして一番黒いやつ、うん、あ、これは超黒。お水飲む？うん、この中でこれかこれがやっぱりいい。冷たい。ドラゴンフィラー12番ダークピーチ。ピーチ、うん、桃入ってるの、うん、桃のようなフルーティー、フルーティーさ、ようなだから入ってないんじゃない、うん、多分。で16番、16番、17番、ベビーゴッドフィー、ウエストコースト IPA。 IPA って何？ありますね。 IPA は何の略？ハイボールのウルフバーンノースランドのダブルピン。これセロリですよね。今避けるチーズかなと思ったらセロリダメだな。セロリ、セロリダメなんだ。結構結構リンゴとモルトの香り、オイリーでナッツな風味とわずかなスモーク。なるほど。すいません、いただきます。ハイボールすごい頑張ってる。え、そういう感じ。なるほど。すごい。おー、なるほど。ここは板橋？本当に板橋？板橋駅近く？近く。でも本当に飲み行っても一番ね、陽気になってる。一番陽気で。すでに食っちゃったもんね。ソフトドリンクの端から端まで。それは分かってる。それは分かってる。それを買う。なんでそんな子がねえとか思っちゃいます。あ、ハンバーガー用だ。入れて食え。うまいよ。うん、どうやって言ってんだ。 YouTube 誰が YouTuber に食べれば YouTuber。